とにかく小さければ小さいだけ良いのだ。いや、ここまで極端に小さいと、本当に便利だぞ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？フグミカンのイヤホンレビューの時間だよ。スマートフォンと組み合わせて使用される DAC は、実に現在選択肢が達したよう。一般的なのは、USB メモリより一回り大きいくらいの、スティック DAC。ただ、でかければでかいだけ、取り回しは悪くなる。音質とトレードオフなのは理解してるんだけど、もし、それと同じくらいの性能を、親指の爪。つまり、サムネイルサイズで実現できるとしたら、実現したのが、このオーダーアークとアトムさんだ。なんか見覚えがあるって？確かに、このチャンネルでは、類似の直接 USB-C で接続する、超小型 DAC を紹介している、Amazon で販売されている、謎の小型 DAC、M1 だ。お値段も2000円程度とお手頃なんだけど、アトムさんは、その形状の元ネタになってるっぽいんだよな。アトムさんは、あの小さかった M1DAC よりなお小さく、また、採用されている DAC もさらに強烈なものだ。このイヤホンのデジタルアナログ音声変換チップは ESS9280AC Pro より大きなスティック DAC やコンパクトなオーディオプレイヤーに採用されているものと同等のものが使われている。安い M1DAC に採用されているものは安価なパソコンやスマートフォンでよく使われているリアルテクという会社のチップ。この手のオーディオ製品は、価格がその音質に直接影響するのはしょうがないことなんだけど、明らかにホワイトノイズが乗り、さらに音声のミュート説にプツッとノイズが乗る、M1DAC に対し、この小ささで、アトムさんは、全くそういったノイズを感じない。加えて驚きなのが、実際に並べてみると、アトムさんは M1DAC よりさらに一回り小さい。さらに、アトムさんは亜鉛合金を使っている M1DAC に対し、アルミ合金製で、その重量も明らかに異なる。アトムさんの重量は、なんとたった5グ、軽いイヤホンの片側程度しかない。そんなわけで、アトムさんは、明らかに手持ちの DAC よりも軽量だ。故に変に携帯電話のハンドリングが変化せず、とても使いやすい。消費電力もより上級のものより小さいので、バッテリー消費もほとんど気にならずに使えるはずだ。でも、無理して小さくしてるんでしょ。いやいや、そんなことはない。アトムさんには全くボタンがないんだけど、この手の DAC で物理ボリュームが存在しないときに、不安になるのが、ボリューム調整。特に、Android は、ボリューム調整の段階が小さいので、小音量で聞きたいのに、最小音量でも爆音、というパターンが結構ある。これは、DAC を選択する上で、すごく重要なことで、DAC を買うときに、独立したボリュームのついてないやつは今まであんまりおすすめしてなかった。なので、アトムさんも、小ささの割に最小ボリュームがでかいな、となりそうだったんだけど。なんと、アトムさんには、自動ゲイン調整機能が用意されていて、ボリュームが適正に調整される、インピーダンスが低く、音量が大きくなりがちなイヤホンでも、全く問題なく小音量で楽しむことができるぞ。これは個人的に、小ささよりもかなりインパクトがあった。いくら音質が良くても、程よい音量に調整できない DAC は出番がないんだよな。というわけで、独立ボリュームは持たないものの、内部的に勝手に音量を調整してくれるので、音量問題に悩まされることは全くないってことだ。このサイズで DSD も再生できるし、768kHz と、超大きなファイルにも対応できる。とはいえ、こんだけ小さいと、音質的に不安を感じる人もいるかもしれない。が、これより一回りでかいコンパクト DAC と全く遜色なく使用できる。小型化のために、アンバランスのみの対応だけど、一回り大きいライバルたちと全く遜色のない音質だ。さっきも言った通り、体感できるような駆動中のホワイトノイズはなく、音質としても、ESS 系の小型 DAC でよくある、感触になりすぎてる音ではなく、ボーカルなんかも程よく表現できるぞ。一般的なスマートフォンと比較すると、まず、ホワイトノイズがすごく少ない。で、音量も取りやすい。最小音量も程よくオートゲインコトロールで対応する。スマートフォンの高音域は鋭い深い音が出ることがあるんだけど、鋭さはそのまま、変なピークはない。特に普通のスマホとの印象の違いを感じるのは、クリアかつしっかり音が出る中高音域。ここの表現力に優れたイヤホンが増えているので、ここの表現力が DAC にあるのが大事だ。ボーカルなんかもより自然かつ力強く聞こえるようになるぞ。不自然にならず、それでいてくっきり金属音なんかも聞こえる DAC なので、小さいから、使いやすいから、だけでなく、きちんと音質で選んでいける DAC だと思う。ちなみに、ライトニング版と、今回紹介している USB 版があるんだけど、
USB-C 版の方は、マイク付きイヤホンにも対応する。残念ながらライトニングの方は、端子の関係でそこまでの機能を押し込むことができなかったんだけど、iPhone は本体マイクが安定してるし、それ以外の機能はどちらも違いなしだ。というわけで、Atom 3、使いやすい。小さいながらしっかりと再生能力があって、なおかつ、物理ボリューム問題も、オートゲイン機能で対策されてる。小さくて、挿すだけのわかりやすい DAC なんだけど、その性能は他社のものと全く見劣りしない、しっかりした DAC だ。とにかく小さく高音質化をしたい人は多いと思うんだけど、こんだけお手軽にスマホやタブレットを高音質化できるものはなかなかないぞ。Bluetooth DAC とも異なった取り回しの良さがあるので、小さくてしっかり音質が引き上がる DAC を探している人はおすすめだぞ。と、こんなところだな。正直、サイズのせいで舐めてたところはあるんだけど、かなり好みの程よい音質で、寝る前に見るタブレットを使うときにめちゃくちゃ便利だ。こんなにコンパクトかつ軽量にまとめてるのに、他の DAC と同じ値段で買えるので、小ささに魅力を感じたならおすすめだぞ。と、言ったところで今回はここまで。